雪がほとんど降らない下田市の保育園に富士山麓から人工の雪が運ばれ、園児たちが雪遊びを楽しみました。雪がいっぱい、雪がいっぱい、冷たい。下田市の光保育園に持ち込まれたのは真っ白な人工の雪。子どもたちは珍しい雪に大喜びです。この雪は富士市の富士山子どもの国から運び込まれたものです。昨日この保育園の4歳児クラスの10人が富士山子どもの国を訪れ、雪遊びをした後お土産として雪をもらったそうです。園児たちはそりで滑って歓声を上げたり、雪を丸めたりして楽しんでいました。そりやってみて、どう？遊びやってやろう。どうだった？楽しかった。この後みんなで大きな雪だるまを作る計画だということです。